はい、皆さんこんにちは、ジでございます。三国志13やっていきましょう。じゃあ次は長居さんに行っとこっか。よくぞいらっしゃいました。あ、声と全然違う、見た目がね。この恩義忘れません。はい、こう見なきことこうして言葉を交わせるとはと、もう一撃、一撃じゃないね、まあ、元々高かったんだよね、数字がね。はい、おひどん、ちょうどいいところへ穏やかならぬ様子、何かあったかと。あ、またやからか。さっきもやからがあったような気がするね。次どこ行けっての？牢屋に行けってのね。はい、牢屋行きましょう。向かう。はい、商売に行き詰まってしまって、行きつる人にねと。80あったらさすがに一撃はないよね。少し私の理屈を聞いてください。この私を説得しようというのか。面白い。さてさてと、どう行きましょうかね。これ市長が来そうな気がするんだよね。はい、行きましょう。すべて読み通りよ。はっはっは。次ね。あ、決まったね。すべて読み通りよ。こういう感じになってくれるといいんだけどね。こうすれば問題などない。うん、以後論戦などはせぬことだ。はいと。はい、師匠に、言い任せましたね。さあ、銀紅さん、牢屋入りましょうか。牢屋の調査、このご飯さんいくつ ?82 だよ。まあでも、92がいるからね、今ね。さてと、名品入んないね。さあ、調査しましょう。はい、この町のどっかに妙なお城を解いてる館があって、館がと、館がって言っちゃったね。着手する。さあ、見に行きましょうか。まだ戦ってんね。なんとかなるかい。うわぁ。まあ、なんとかなるね、こっちはね。あ、またこのじいさんだね、やっぱり。じいさん、2連覇ちゃんだね。我が舌を持って、意を通さん。正しければ死とは運までだ。正しければな。さてと、これだね。すべて読み通りよ。こうすれば問題などない。お一撃。あそこ75だからね。以後論戦などはせぬことだ。いやー、このセリフが合ってんね、ほんとね。どうやら金目当てでと。この出来上がりでーですね。さーて、じゃあ、長居さんに報告しましょう。向かう。まあ、あそこはほっといてももういいかな。大丈夫な気がしますね。じゃあ、はい、長居さん報告ね。ひどい先生、お世話になりましたと。いや、もう今やることがちぎることしかないんでね。あと、武将たぶらかしてもいいんですけど、たぶらかせる武将がいるかな。アイスレン、お、スイレンと農業の交換です。さあ、誰かいるかな、たぶらかせる人。この人ダメだもんね。ああ、無理だね。どうも聞いたところの話によると、この忠誠っていうのは実は100以上あるみたいですね。ですので、それを下げることになるので、例えば150ぐらいまでいった人なのかは、なんかは何回も何回も籠絡というかね、罹患かけないとダメなんですよね、きっとね。これはもう、膠着、まあ、この膠着望んでましたからね、私ね。さあ、じゃあね、次はね、あ、違った、これじゃない。次はね、若い人見に行きましょう。ああ、そうだ、この人だ。ああ、長安にいるのかな。これと気づいてないよね。あ、気づいてか、ちぎってないよね。ちぎってないよね。ちょっとちぎりに行きましょうか。ほんとびっくりするぐらいね、あのボンの息子とは思えない。すごいですよね。自害して先手に遭い、自分が合格しなかったことを見せると、告げると。で、嫁さんの方がさっき命絶っちゃったんですよね。で、3人の子を殺して、まあ心中ですね。もう何でしょうね、殺された子はかわいそうだよねってね、思っちゃったりもするんですけどもね。さあ、じゃあこちらはどう動きましょうかね。あ、そうだ、久しぶりにこれ見てみましょうか。ちょっと時間が違うんですけども、いつもこれ最後に見るんですけどね。あ、武将、孫権軍は多いですね。義軍が
微妙ですね。まあ確証さんお亡くなりになりましたからね。孫家は相変わらず、でも兵力少ないのはまだいいよね。やっぱね、こっちの方がなかなかやっぱ強いんですよね。難費もあるんでね。でも難費よりも廊下の方が10万人っていうのはね、私いつも信用がすぐ10万いくんですけどね、なんか違いがあるのかなと。こっちもね、武道なんかが10万いってますし。さあ、じゃあ行きましょうか。ちょっと近場を見ながら誰とちぎるか。ああ、ちぎり暗記しましょうか。ちぎり暗記をしましょう。そうすると時間も経っていいでしょう。そこにオブレイオーバー。おらららら、今から会いに行くと、会いに行くとじゃないの本当ね。ちなみにね、あの8月になりましたよ。さっきのパートで252年に入った、あ、入ってたのかな、すでにね。さあ、あと誰行きますか。両方さんダメ。あ、ダメ。あ、いけるね。このちぎりはあれだね、あのレベルを上げていかないと、ただ単に包囲になっただけじゃダメなんだね。いかがされた。包囲になった人はなるべくレベル上げるような感じで。ただあれだね、誰だっけ、あのトライアングルの一角を担う人、あの人が爆薬のところになってくんないんですよね。あ、それ思い出しちゃった、ライブでね、私ね、あれ義兄弟4人いるはずなんだけど3人しかいない自分のこと忘れてましたね。本当困ったもんですね。光栄にござる。はい、と、ほい、いかがされた。なんかこの79でね、79ってもったいないなって気がするんですよね。光栄にござる。はい、と、さーてどうしましょうか。どうしましょうか。もう何もちぎるんだよね。ちょっとね、私ね、最近ね、最近じゃないかな、うん、自分の言ってることに自信がね、自信がないというか責任持てないようになってきた何か買ってこいね、書物を買ってこい、言われましたね。噂があるということは、と、市民月齢ですか。これを取ってきなさいよと。どこ回っていこうかな。あ、可否が一番近いんだよね。可否牢屋っていう回り方しましょうか。行くか。運が良ければ貝で手に入りますもんね。さあ入りましょう。あ、何か売ってるね。お、いきなりあった。あ、そっか、これを買いに来たんだ。さあ、あとちょっとリスさん、今日はどうされましたか。何かあげようか。もうこんなにいっぱいあったら、あ、これは買っておいてって言われたやつとは違うね。買っておいてって言われたやつじゃないから。え、あ、死が死、え、なんとか月齢だったよね。はい、光栄です。上がるかい。お、来るかい。来たでも多分爆薬の友にはならないんだよね。はい、会話しておきましょう。ちょっとちぎりも、あ、でもリシーさん、リーだから、出てこないんだよね、ここにね。出てこないね。これ、あいうえお順とは仕方がないか、あいうえお順でね。どちらかというと、私はね、年齢順でやるべきだったと思いますけどね。あれじゃないけども、何また言葉忘れちゃった。え、なんて言うんだっけ、日本のあの、給与形態ね。それが思い出せないのかあれですわ、成果報酬よりも逆のね、あ、年功序列だ年功序列が思い出せなかったそうだったらね、早くなくなっていくんでね。もし若い人で、あーがつく若い人いたらね、赤いなさんとかが若くて早くちぎっちゃったらもうほとんど埋まっちゃうもんね、死ぬまでね。ちょっとその辺がもう一家にして欲しかったというような感じがありますけどね。もうでも見てたらね、もう結構突貫でやったんだなっていうところが見えたりしますよね、このゲームね。入った、向かう。入ったはい、これは引いたの、おい、まさかその顔があった。
何交換するかな。シンシンさんかな。お、巡査ちょっと農業交換しましたね。さあ、じゃあお次は、ああ、お次は伝族さん。ご用件を伺いましょう。伝族さんって何なんだろう。何なんだろうという言い方は悪いですけど、52、60、55、20、うん、今だったら重要な人ですよね。ちょっと政治が悪いけど、 BBC はちょっと仕方がないと。この人言うんだかな。義の武将、あ、伝中さんの冒険の孫ってことだね。263年、生涯と当該の諸討伐戦、に参加。こういう領を攻め落とした際、兵士を休息させるように進言して、当該に切られそうになる。諸国が滅亡し、生涯が死んだ後、当該の報復を恐れた、栄養の命を受け、当該親子を殺害。ああ、当該さんを殺害したんだね。あ、当該さん、やっぱ、息子いたよね。当中さんだっけ。そうだよね。伝中の、特技が高く評価され、総費が即位した際、後を継ぐように命じられた。食討伐戦に参加し、行為の戦いに進言命令を拒んで当該に切られそうになる。生涯の死後、こう一緒だねこれね。栄養さんの命で当該親子を撃ったと。そうなんだね。ありがとうございます。あ、前これ聞いたかな。多勢力のちぎってる人に後よくぞいらっしゃいました。できるのかな。でも今更やっちゃダメだよね。この恩義忘れません。もう今更他のとこ行ってまずいよね。お、長に療養者を建築しましたと。忘れてた、ごめんね。解散しないとね。あ、そうそうそう、この状態ね。あの、私が前国の上にいるのに、士気が下がるって言ったのね。ちょっと私の勘違いというかね、あ、たまにね、たまにこの都市のほぼ真上で都市まで到達しなくて止まってる時がありますね。こういう戦闘が終わってからかな。その時なってましたね。ちょっとそれだったのかもしれないですね。さあ、もう解散しましょうか。承知しました。さあ、じゃあお次はどうしましょうかね。お次はね、お次は、あ、伝族さんだね。よくぞいらっしゃいました。この恩義忘れません。そういうことか。当該親子を殺す時の、これはどういう感じかな。あの、暗殺なのかな。なんか抜き方がね、暗殺かもしれないっていうような、ねえ。ご用件を伺いましょう。私今あれだね、寿命のアイテム持ってるから。ありがとうございます。寿命だよね、きっとね。さあさあ、もう8月です。はい、どうも。おや、連続ごとあった。連続ごとって言いましたけど、入れておきましょう。はいはい、買い物かな。あ、買い物だね。これにてお別れでございます。お父さん、お父さんがお亡くなりになりましたね。領地の何これ、コンパクっていうものかな。この非分位の胸に宿り、いつまでも生き続けることだろうと。ああ、このね、あの、私白をあの変の方で読みましたけど、救いの方で読む癖がねついてるんですけど、前もなんかそういう人いましたね。さあ、大衆がいなくなってる可能性がありますね。そういや、前亡くなった方って大衆探すの忘れてましたね。とうとう娘っ子を出さないといけないぐらいまでなっちゃったので、ちょっと子だくさんにしとかないといけないですね。でも私結構子だくさんにしてるはずなので、あ、大丈夫だね。私の顔の土地がないですね。よかったよかった。でも次ね、伝弥さんあたりが怖いんですよね。伝弥さんあたりやばいね、ほんとね。ロシ教、これまたあれかな。あ、今回はこっち行ってみましょうか。行くか。ね、これをほんと西北っていうの、西北って言い慣れるまでが大変でしたね。私結構突っ込まれましたもんね、三国志13やり始めた頃。どうしてもね、初めは趙斎さんってね、三国志1では東卓さんの配下だったかな、趙斎さんってね、いて、その人はもう三国志1で趙斎さんだったんですけど、どうも近頃は
長生さんという言い方に変わってるみたいなんですよね。で、蔡を生って言うって言ってるんですけど、言うように変わったんですけど、でも最近出てきた人が蔡って読む人が出てきましたよね、確かね。あれっていう感じでね、なかなか感じて難しいですね。あ、いきなり手に入った。お、あ、いや違った。何これ。あ、知力がプラスよね。で、あたしはまだ買い物行かないといけない。でもちょっと誰か一人挨拶してご用件を伺いましょう。カヒノさんがいた。ありがとうございます。はい、じゃあね、ちょっとお時間の方良くなりましたんで、ちょっといつものコーナー行ってみましょうか。個人ね。はい、あー、ここら辺変わんないね、変わんないね。あ、珍獣さん来たね。はい、変わりません、変わりません。じゃあこの辺で終わっておきましょうか。あ、そうだ、ここも一応見ておきましょうか。あ、料理さんがね、あー、モーユーさんの体調悪化だわ。あらららら、ら、あとはこんな感じだね。はい、じゃあね、この辺で終わっておきましょう。ヒーさんで三国志終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。おや